お客様にご案内いたします。現在進行方向左側にご覧いただけます川は北海道で3番目の長さを誇ります知別川でございます。全長 125.7 キロあり、羊蹄山を囲むように流れました後、日本海へ向かっております。ここ知別川流域では夏になりますと急流をボートで下りますラフティング、またカヌーやカヤックなどアウトドアが大変人気でございます。この先、ニセコを通過しまして、倶知安駅手前まで知別川と並行しながら進んでまいります。列車は次およそ10分でニセコに着きます。列車は次およそ6分少々でニセコに止まります。ニセコ降り口は左側2番ホーム到着です。
次のニセコでは約12分停車をいたします。ニセコの発車は15時50分です。次のニセコ駅では1番ホームにおきましてニセコの地酒蔵人氏を使いましたお菓子やミルク工房の飲むヨーグルト、その他各種特産品などを販売するイベントを行っております。どうぞ皆様、階段を渡りまして反対側1番線ホーム上のイベントまでお越しください。地元の方々によります物産品の販売を行っております。停車時間を利用しましてどうぞ反対側のホーム1番線にございますイベントコーナーまでお越しください。またおタバコをお客様につきましては大変恐れ入りますが、1番ホームから待合室を出まして駅舎の正面にございます喫煙コーナーでお願いいたします。喫煙につきましては駅舎正面入り口にございます喫煙コーナーでお願いをいたします。なお記念撮影やお買い物、喫煙などで列車を降りる際には発車時刻に十分ご注意ください。また貴重品の管理にも十分にご注意ください。次のニセコでは15時50分まで約12分停車をいたします。なお降りの際には列車とホームの間段差ございます。お足元には十分にご注意ください。次はニセコに止まります。
お待たせいたしました。まもなく2000個に到着をいたします。降り口は左側です。お降りの際、段差ございます。お足元にご注意ください。ここニセコ町は北にニセコ連峰、東に羊蹄山、西に昆布岳と山に囲まれた町で、夏はハイキングや登山、冬はスキー、スノーボードを楽しむ方々が、日本全国はもとよりも海外からも多く訪れております。ニセコ駅の目の前には日帰り温泉、キラム湯もあり、地元の方々や観光の皆様で大変にぎわっております。ニセコでは約12分停車をいたします。15時50分の発車です。引き続きご利用のお客様、お乗り遅れございませんよう十分ご注意ください。まもなくニセコです。